人気番組水曜どうでしょうの番組ディレクターが8年ぶりに群馬を訪れ、多くのファンと交流しました。北海道テレビ放送の人気番組水曜どうでしょうは、俳優の大泉洋さんを輩出したことで知られ、群馬テレビでも未放送シーンを加え再編集したシリーズが放送されています。本放送終了後も根強い人気で、2014年からはファンとの交流をさらに深めようと、番組ではキャラバンを開催しています。群馬でのキャラバン開催は2016年の神流町以来8年ぶり、前橋市では初めてです。会場となった道の駅前橋赤城には、平日にもかかわらず県内外から多くのファンが訪れました。ステージでは番組の名物ディレクター藤村忠久さんと嬉野正道さんが軽快なトークを繰り広げ、会場を盛り上げました。またオリジナルのグッズ販売も行われ、通称ハンシと呼ばれる3500人のファンは思い思いに特別なひとときを楽しんでいました。すごい楽しいです。この雰囲気も好きだし、毎年行ってるんですけど、今年もいいです。今日会社で有給取って3ヶ月ぐらい前から予約してきました。いや、もう生でやっぱりあの崇めてる神々の話を聞けるのがもうとても嬉しくて、やっぱ阪神になれてよかったなって思ってます。ただゆるいこの、まあどうでしょう、ファンがガーッと集まっているこの雰囲気は他では多分味わえないんじゃないかなっていう、他のイベントではね、やっぱり何もやらないんだっていうところが見どころです。群馬はやっぱりね、多いからね、あのいわゆる阪神と呼ばれているこのファンの方々がね、あの阪神密度高いですから。群馬テレビさん合ってることです。群馬テレビさん、群馬テレビさんちっちゃかったですね、局者が頑張ってる。これからも水曜どうでしょう、よろしくお願いします。よろしくお願いします。水曜どうでしょうキャラバンは今年全国13カ所を巡る予定です。